私もミキも末っ子で、わがままで、頑固で、私なんかは特にみんなには素直だねって褒めてもらえるんですけど、この30歳になって素直って言われても短所なんじゃないかなって感じてますけど、こんな僕たちを周りの皆様が日頃支えていただき、こんなに素敵な結婚式を行うことができました。ありがとうございます。これまでの人生、二人に胸を張って言えるようなことはほとんどありませんでしたが、一つだけ言えることは、ここにいる素敵な方々を中心に本当に周りの人たちに恵まれて今こうしてこの場に立つことができているということです。この景色を見せることが、お世話になった皆様を紹介することが、結婚式をする大きな理由の一つでもありました。少しでも安心してもらえたら嬉しいです。これまでウェディングプランナーとしていろんな家族の形を見てきましたが、今一番思うことは、自分がいかに普通の家庭で育ち、その普通がどれだけ尊く幸せなことだったのかということです。その普通で幸せな日常がある家庭で育ってきたこと、3人の子供を大切に何不自由なく育ててもらったことに感謝の気持ちでいっぱいです。そんなに仲良くなったのってやっぱりミキちゃんのこの魅力ですか？そうですね、もう大好きで、パレスホテルに決めたきっかけもプランナーさんの桐原さんが大好きで、もうここにしようってなりました。絶対働きたいと思ったミキちゃん、成長ぶり見てどうですか？初めは正直言うとどうなることかと思ってたんですけども、怒った顔と笑った顔しか見たことがなくて、普通の状態を見たことがなかったんで、でも今はなんかとってもね、素敵な女性になってるなと思って、なんか嬉しいです。サトシ君が以前私の結婚式のスピーチに言ってくれたんですけども、家族のような存在と言ってくれたのが私自身すごく嬉しくてですね、私もサトシ君のことを家族のような存在で思ってますし、私が辛い時には一緒に泣いてくれたり、楽しい時には本当に一緒に楽しんでくれるかけがえのない本当に存在になっております。サトシは私たち夫婦にとって3番目の子供として授かりました。相棒の男の子でした。そんなサトシが素晴らしい素敵な女性ミキさんと今日こうして日本一素晴らしい結婚式場でこのような式を挙げることができました。本当に感激で胸がいっぱいです。これから私とミキさんはチーム石垣として素敵な家庭を築いていきたいと思ってます。泣くと思ったんですけど、ちょっと楽しくなってきちゃったもうチーム石垣としてお互い部長だったので、周りのみんなを巻き込んで幸せな家庭を築いていきたいと思います。
私の大事なミキちゃんをお嫁にもらうからには絶対に幸せにしてあげてくださいよろしくお願いします。Happened twice. You must be my once in a lifetime.